はい、今回はですね、コールマンとビームスのコラボレーションによる、ファンダブルチェアキリムという商品をご紹介したいと思います。これはビームスのホームページで見つけてですね、わあすごいかっこいいなと思って、買ったものです。まず開け方ですね。もう本当に簡単でして、これはダブルチェアなんですけれども、コンパクトに非常に、コンパクトにまとまっています。えんじ色というか赤のですね、カバーが非常にしゃれてて、で一番これ、いいなと思ったのがやっぱりこの柄なんですね。コールマン製品単体ではないこの柄ですね、この柄が非常に気に入って、今回は購入しました。ビームスというロゴも、ロゴというか、まあ文字もですね、こう柄の中に、非常にこういい感じで埋め込まれてるっていう感じですね。コールマンのロゴもこの横についてきます。座った感じなんですけれども、僕は173センチで体重は、まあ恥ずかしながら80キロ近くあるんですけれども、全く余裕を持って座れる椅子です。普通によくアウトドア用のフォールディングチェアありますけれども、あれよりはちょっと低い感じですね。背もたれの裏には、このようにして何かをこう入れられるところもありまして、例えば雑誌とかそういうのを入れてもいいと思いますね。まあ、あんまりアウトドアで雑誌は読まないと思いますけども。で、これもオリジナルのですね、このフレームの色が赤い色なんですね。非常にこのシートの色とマッチしています。真ん中にビームスのロゴが入ります。非常に頑丈に作られていてですね、やっぱりコールマン製品いつも買って、まあすごいなと思うのはやっぱりその作りがいいところですね。非常に考えられていて、作りもとてもいいですね。頑丈にできています。でシートの後ろのところにこのようにハッピーライフソリューションカンパニービームスというふうな文字が入っています。でシートのですね、柄の中にこう、まあ、先ほども言いましたけれども、このように折り込まれています。はい、もう一回座ってみましょう。今日非常にね暑い日でした。38度ぐらい、都内なんですけどもね、38度ぐらいあるような、強い日差しで、ああ眩しい、ああ眩しいっていうような感じなところでも、ゴローンとしちゃっても、これはダブルフォールディングチェアなんで2人掛けなんで、こういう風に寝転がってもまあ寝れるかなと。まあ足は出ちゃいますけどね、当然、こういうように横になっても大丈夫ですよっていうような感じですね。眩しいです。起きてと、お腹をちょっと直してと、ポリポリポリなんてやってますけど、暑い、帰ろ。こうやって子供が座っても可愛いですね。子供でも、低いチェアなので子供でもこうやって簡単に座ることができますよ。さて、しまい方なんですけれども簡単です。ガッとこう、ガッとこうちっちゃくしてですね、まあ、この花、袋の中に押し込めばいいと、ただそれだけなんですが、ちょっとまあ方向性があってですね、これは多分ちょっと合ってないんじゃないかなと思うんですけども、方向性が合ってるともっとすんなりとスッと入りますね。まあでもこうやって、ぴったりとした袋にスッとはめて、上を
キュッと締めると。はい、これで、完了です。そんなに重くなくてスイスイ持って一人で持って歩けますね。というわけで今回はビームストコールマンのダブルチェア、これをレビューしました。